フランソ・ハリーリー・スタジアムは、イラクの都市アルビールにある多目的スタジアムである。2001年までは、アルビール・スタジアムという名称だったが、アルビールを首都として、実地を展開するクルディスタン地域の与党クルディスタン民主党の幹部であり、クルド民族主義運動の指導者であった子フランソ、ハリーリーにちなんで、フランソ・ハリーリー・スタジアムと解消された。収容人数は4万人。 主にサッカーの試合に用いられる。イラクプレミアリーグに所属するアルビール SC がホームスタジアムとして使用する。また2009年7月以降はサッカーイラク代表のホームスタジアムとしても利用されている。イラク戦争及びその後の時期において長らくイラク国内でのホームゲーム開催が認められなかったもののアジアサッカー連盟が 当スタジアムでのイラクのホームゲーム開催を認めたことにより利用が開始された。なおその後、2011年9月の 2014FIFA ワールドカップアジア3次予選で試合会場の安全上の問題があったとして国際サッカー連盟はイラクの国内でのホームゲーム開催を停止する処分を課している。イラク代表が本来ホームスタジアムとする イラク国内の国立競技場はバグダードにあるあるシャーブスタジアムであるが、イラク戦争後頻発するテロなどの影響下にあり、閉鎖に追い込まれている。ありがとうございます。